はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、と、このビデオは、第3週のビデオですね。第3週のビデオの1本目のビデオになります。えー、第3週は、えー、プレゼンテーションソフトについてですね。で、えー、この1本目のビデオでは、まずプレゼンテーションソフトは何かということを、えー、話します。で、次に、二、えー、2本目のビデオで、授業での説明のための使い方。 3本目で授業での練習のための使い方。えー、そして4本目で、えー、学習者に共有する方法。そして、えー、4本目に、えー、Google Meet でやること。これについて話したいと思います。えー、まず、あの、プレゼンテーションソフトはとは何かっていうとですね、今ここであの、<laughs> すいません。えー、っと、Apple のスティーブ・ジョブズがあの iPhone について、えー、プレゼンテーションをしているところですけど、 えっと、ここで彼が話をして、この後ろにですね、こういう文字を表示、えー、させていますね。これがプレゼンテーションソフトというものです。えー、ただしですね、あの、以前はこういうその、えー、プロジェクターというものを使って、えー、壁の大きなスクリーンに見せているのが中心でしたけど、えー、最近はですね、あの、やっぱりコロナで、えー、オンライン事業などが増えていますから、こうやって、あの、パソコンに見せて、それをそのまま、 えー、ズームとか Google Meet でシェアしてプレゼンテーションをするという、そういう方法が増えています。えー、主なプレゼンテーションのソフトとしてはですね、あの、まあ、一番私がよく使うのは Google イド、i えー、それからあの、パワーポイントですね、マイクロソフトのパワーポイントも、えー、使っていた時期があります。えー、っと、それから Apple ですね、あの、Apple のあの、ユーザーの人はこのキーノートというのを使うことが多いようですね。 で、このあの、コースでは、えー、Google スライドを中心にご紹介します。というか皆さんにも使っていただきます。理由はまずお金がかからないということですね。それからパソコンの場合は、えー、Chrome さえあれば、えー、と、アプリをインストールする必要がないこともあります。で、スマホで見るときも、えー、見るだけだったら、えー、アプリとかソフトは必要ありません。 ただ編集するとき、スマホで編集する場合はアプリが必要です。パソコンの場合は見るときも編集するときもアプリは必要ありませんで。それからオンラインで共有するのが簡単なので、こういう、えー、コロナの、ね、時代にはこの Google スライドがいいと思います。それから Q&A という機能とかですね、えー、他の例えば PowerPoint とかにはない、そういう教育用の、えー、使い方ができるのも Google スライドのいいところです。 はい、えー。ではですね、まず皆さん、この、えっ、ー、と、まあ、Google スライドって検索すればすぐ出てきますけど、えー、あのー、このリンクを開いてですね、えー、まずは好きなように使ってみてください。えー、ただですね、Google スライドを使うには、あの、Google のアカウントは必要です。えー、それがない人は、ぜひ、あの、Google のアカウントを作ってやってみてください。はい。で、このスライドのリンクは、えっ、ー、と、ビットリースラッシュの TTCB。 31の A ですね。第3週の1つ目のビデオなので31になっています。はい。お、間違えちゃった。はい。そうするとこういうふうに開くことができるわけですね。はい。おー、はい、ちょっと待って。はい。で、このビデオに知らない言葉があったら、また暗記、クイズレッド、メモライズなどに記録しておいてください。はい。 私からは以上です。それでは、失礼します。